休日の過ごし方ですか？まず朝起きたらカーテンを開けて光をたくさん浴びます。そうすると自然と小鳥のさえずりが聞こえてくるの。小鳥たちも私に会いたくて仕方がないっていう顔をしていてその後は家でゆっくりハーブティーを飲んだりヨガをしたり、それに図書館でお勉強したりすることもあるかな。休日は私らしく自然体で、学校にいる時とは印象が違って見えるかもしれないけれど、本当でもたまにはあなたと休日にお出かけがしたいかなあなたが迎えに来てくれるのを待ってます。とこんな感じでどう？今のは何かって？だからニコの休日の過ごし方でしょ。本当の休日の過ごし方を知りたい？何よ、まるでニコが嘘をついてるみたいな言い方は。いい？スクールアイドルは休日だってみんなの憧れの存在なの。ニコニーはいつだってみんなの理想のスクールアイドルでいたいの。こほん。というわけで、これが大銀河宇宙ナンバーワンスクールアイドル矢沢ニコの休日の過ごし方です。覚えてくださいね。スクールアイドルとして挑戦したいこと？愚問ね。だってニコはいつだって理想のスクールアイドルを求めて挑戦しているんだから。この答えだけじゃニコのファンは満足しないかしら。でもこれがニコの本当の気持ち。あえて言うならずっとスクールアイドルであり続けること、それがニコにとって挑戦したいことかもしれないわね。やめるのは簡単だもの。ニコニーには大切な仲間がいて、大切なオーディエンスがいてくれる。ニコはみんなのためにも絶対にスクールアイドルで居続けたいの。ずっと挑戦していくわ。だからニコニーのことをもっともっと応援してほしい。ニコ合言葉はニッコニッコニー。いつでもニコはニッコニッコに。あふれるくらいの愛をニコニーにちょうだい。ニコニーは絶対あなたの期待を裏切らない。ニコ、はあ、今日はついてないな。どうしたニコっち、何か悩み事でもあるの？聞いてよのぞみ、今日は最悪なの。3回連続で先生に当てられたし、朝は犬に吠えられるし、傘を持ってないのに雨に降られて自慢のツインテールが台無しになっちゃうし、もしかしてニコがあまりにキュートだから天気や先生も嫉妬しちゃったのかな。なるほど、人気者は大変やね。のぞみもそう思うでしょ。でもでも仕方ないわよね。ニコニーがこんなに可愛くて万人に愛されるスクールアイドルなんだもの。ニコっちが愛されスクールアイドルなのは確かやけど、ラッキーを引き寄せることならうちにもできるかもしれないよ。ため、くっくっ。わかわいい。こんなお店がオープンしてたなんて知らなかった。ふっふっふ。なんと昨日オープンしたばかりの雑貨屋さんなんだよ。ニコッチが好きそうだなって思ってチェックしてたんだ。かわいい。
リコが好きなピンク色のアイテムがたくさんね。でもラッキーとは関係ないわよ。ここでラッキーアイテムを手に入れたらニコッチも絶対ラッキーになれると思って。ラッキーアイテムね。でもたくさんあるうちのどれがラッキーアイテムなわけ？ニコッチはどれが気に入った？どれも可愛いけど、このハートがたくさんのスタンドミラーが最高にキュートニコ。なるほどなるほど。じゃあそれをラッキーアイテムにしとく？ラッキーアイテムにしとくじゃないわよ。ラッキーアイテムはちゃんと占ったりして決めるものでしょ。だってその鏡を見た時のニコッチが一番幸せそうな笑顔だったから。ぜニコの幸せそうな笑顔、たまにはついてない日もあると思うけど、ニコッチは笑ってた方が可愛いよ。ニコニーの笑顔が可愛いなんて地球が生まれる前から分かってたことだけど、ありがとうニコ。やっぱりこの鏡にするわ。楽しいし、ニコの魅力が最大限に発揮されるし、カラオケはいいことばっかりニコ。そんなにニコの歌が聞きたいの？それなら行くしかないわね。全然歌ったことないっていう割にあなたの歌それほど悪くないわね。じゃあ次はこの曲。ツインボーカルのアイドルソングだからニコとあなたで一緒に歌うニコ。そうね、あなたの気持ちはよくわかる。クールアイドルで銀河の頂点に立つニコニーと歌うのは確かに荷が重いでしょうね。でもニコのことを信じて。あなたの歌が残念でもニコニーの魅力で全部カバーしてあげる。楽しかったニコ。ニコたち全力で歌い切ったわね。またいつでも連れて行ってあげるニコ。そんなにニコニーに会いたかったのね。ニコニーって存在自体が幸せの象徴みたいなものだから、あなたの気持ちはよーくわかるニコ。そういうんじゃないんか。これは T シャツ？かわいい！ピンクのキラキラマイクが刺繍されてて、ニコの似顔絵まで描いてある。もしかしてあなたが作ったの？バカね、そんな小さなこと全く気にならないわよ。あなたからの心のこもったプレゼント確かに受け取ったわ。これから練習でもいっぱい使うわね。ずーっと一緒に行こう。今日のライブは小悪魔衣装なの。ニコニーにぴったりでしょ。オーディエンスのハートを翻弄する小悪魔でもあり、ハッピーを届ける天使でもあり、
さすがニコニー。あなたもニコに会いたくて急いで来てくれたんでしょ。でもごめんなさい、ニコはもうステージに行かなくちゃいけないの。そんなに悲しそうな顔はしないで。だってニコニーはみんなに笑顔を届けるスクールアイドルなんだもの。あなたのハートをハッピーでたっぷり満たしてあげるから、ニコのパフォーマンスを見ていてね。から鏡の前で何してるん？撮影に向けてポーズの練習よ。ああ、そういえばスカウトされたんやったね。この私をスカウトするなんて、あのカメラマンの見る目は確かね。ところで何の撮影なん？今度創刊される雑誌のモデルよ。記念すべき創刊号に抜擢されるなんて、私のカリスマ性は本物ね。売り切れ間違いなしだわ。そうやね。そういうわけだから雑誌の予約をしといた方がいいわよ。特別に私のサインをつけてあげる。それは家宝にしないとね。アクアと虹ヶ崎の子も一緒なんだよね。まあね、最初は戸惑ってたけど今は楽しみにしてるみたいよ。案外肝が据わってるのよね。まあそうじゃなきゃスクールアイドルは務まらないわ。ニコッチは真面目やね。なんならのぞみも見学に来る？私の勇姿を見せてあげるわよ。週末だけど大丈夫よね。せっかくやけど神社のお手伝いがあるんだ。伝説の第一歩を目撃できないだなんてかわいそうね。頑張ってお勤めを果たしなさい。ニコッチもモデル頑張ってね。言われるまでもないわよ。新規ファン獲得のためにも必ず成功させてみせるわ。というわけで練習を再開。ニッコニッコニー。本当にニコッチは頑張り屋さんやね。ふんふん、なるほどね。これね、女子力キュルルンかわいいお弁当ブックスよ。あ、違うわよ。これは一日駅長へ向けての準備よ、準備。マリがニコのためにイベントを計画してくれてるのよ。だから私もマリのためにスクールアイドルらしい一日駅長をしたいと思って、そこで駅弁改革よ。美味しさだけじゃなく、ニコの可愛い駅弁でお客さんたちに喜んでもらうの。ちょうどいいわ。実は私あんたにお願いしたいことがあったの。まずは定番タコさんウインナー。可愛さアップのためチーズでリボンを2つつけてるニコ。次は猫さん卵焼き。サイドを尖らせて猫耳を再現にゃ。そしてオムライス、ひよこの顔をしてるピヨ。気持ちはわかるけど試食係を頼んだ意味がなくなっちゃうでしょ。あなたのために作ったんだから、
全部食べなさい。いいわよ。せっかくだから私も一緒に写ってあげようか。あ、そう早いわね。まあ撮り終わったんなら試食係を全うしなさい。よかったわ。どんどん食べて。あんた口にケチャップついてるわよ。そこじゃないわよ。ほらじっとしてなさい。はい、取れたわ。あんたしっかりしてるはずなのにたまに子供っぽいところあるわよね。まあそういうところは嫌いじゃないけど。なんでもないわ。それより試食の続きよ。大銀河宇宙ナンバーワン駅弁が完成するまで付き合ってもらうんだからね。ニコニートレインに来てくれてありがとう。ニコ、何よ、早く乗りなさい。じゃないと出発できないわ。他のお客さんがいないって当たり前でしょ。ニコニートレインのお客さんはあなた一人なの。行きたいところがあるなら行ってね。ニコは車掌なんだから、あなたの希望は何でも叶えてあげる。さあ、今日は二人っきりで思いっきり楽しむわよ。出発！なかったと思うわよ。特に路上ではやっぱり宇宙ナンバーワンスクールアイドルはこの私って再認識できたしね。わっそ、あなたがそう思うのは当然のことよね。すごく綺麗って別に見とれてたわけじゃないから、眩しいじゃないって思って見てただけだからね。今日のでお出かけって、ほらそのあんたが決めてくれたじゃない。もしかしてだけど前もって調べてたの？別に普通の顔だけど。そうじゃないでしょ。そうじゃないってば。バカなのあんた。ありがとうを言いたいのは私の方でしょ。映画もすごく楽しかったし、ランチも美味しかったし、路上ライブは私の好きなスクールアイドルだったし、極めつけにこんな見とれちゃうくらい綺麗な夜景を見せて、しかも私と楽しむために調べて準備してきたなんて、そんなこと言われたら嬉しくてお礼言いたくなるでしょ。まったく人のセリフ取らないでよね。だから
改めて言わせてもらうわよ。その、今日はすごく楽しかった。この時間が終わってほしくないなって思うくらいに。ありがとう、あんたと一緒に過ごせて楽しかったわ。だったらまた誘いなさいよね。ああもう、あんた分かってないわね。一人で調べるんじゃなくて、つまりその私と一緒に調べるのよ。今度は最初から二人で調べて、二人で楽しい場所に行くの。いいわね。ニッコニッコニー、みんなのナンバーワンアイドル矢沢ニコニコ。今日はライブに来てくれてありがとう。今からみんなで一緒に歌いたいなって思ってるんだけど、準備はできてる？元気なお返事ありがとう。ニコはね、みんなと一緒に楽しみたいって思ってる。だから一緒に歌いたいの。みんなニコのお願い聞いてくれる？あ、このお返事はいつもの掛け声の大きさで教えてね。じゃあ行くよ。せーの、にっこにっこに。よし、まだ誰も来てない。集合時間まではまだ余裕あるけど、たまーにほのかやりんがフライングするからいつもヒヤヒヤするのよね。さてと、みんなが来る前にさっさと済ませちゃお。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。ここで後ろに下がってターンして、右足を前へ。もうまた、なんでここばっかり間違えるのよ。テンポずれてたかな。確かにちょっと早かったかも。今のところはゆっくり動くくらいの気持ちでいた方がスムーズにいけるかしら。よし、ゆっくりを意識してもう一回ね。ここができないと他のメンバーの動きにも。くしゅっ、うっ、あっ、こけっこ違う。なんでこんなに早く来るのよ小鳥。まだ集合時間まで、まだ15分もあるじゃない。たまには早めに来ようかなって思って。それよりニコちゃん、いつもこんなに早く来て練習してるの？はぁ、違うわよ。私くらいのレベルになればわざわざ自主練しなくても、普通のメニューだけで完璧に踊れるようになるんだから。みんなにしっかり合わせられるように自分なりの練習方法を考えてこっそり特訓とか、そんなこと全然してないから勘違いしないで。そんなごまかさなくても。内緒にしておきたいなら私誰にも言わないよ。別にごまかしてないし、今やってたのはあれよ、自主練じゃなくて、そのダンスで求愛されたから、こっちもダンスで断ったのよ。いるでしょそういう鳥。
わかった。鳥と一緒にダンスしてたんだね。そう、そういうこと。わかればいいのよ。とっても素敵なダンスだったな。ねえ、ニコちゃん、その求愛お断りダンス、私にも教えてほしいな。え？まあ、どうしてもって言うなら教えてあげなくもないけど、その代わり遅れないでついてきなさいよね。